どうも、ベタです。パースカーやっていきたいと思います。はい、本日は久しぶりに聖火第一高校サブアカで挑んでいきたいと思います。デッキの方は、アフロ北の青葉で、桜は水着のアンサー、そしてミネ君とキリサメ、この6人でいこうかなと思っております。まあね、ミネ君ゲットすることができましたので、これでやっていきましょう。で、アイテムの方はパワードリと招き猫を持ち込んでおります。では、やっていきまーす。まずは、コーチを、オフェンス、もったいない。4タックのオフェンスが来てましたね。もったいないです。はい。で、持って、で、持って。こっから、遊んでいきます。さあ、青葉。青葉もしっかりと踏んでいかないといけないんでね。来てください。お願いします。青葉と青葉。1回目。さあ、来い。OK。1回目来ました。ナイスです。幸先いいですね。幸先がいいです。ミネ君と話す。はい。で、青葉とコーチ。青葉とコーチ。はい、コーチ来ます。さあ、来い。ああ、来ない。来ない、来ない、来ない。もったいないぞ。はい、そして、そして、これは、まあ、ある程度稼げると思いつつ、これぐらいは、これぐらいかな。うん。これぐらいにしておきましょう。フィジカル、遊ばない。遊ばないは、きついか。遊ばないはきついな。はい、これで行きまーす。で、青葉とコーチ。青葉とコーチ。はい、コーチ来ます。練習後イベント。まずはコーチの評価ね、バンバン上げていきたいと思ってます。結構大事ですね、コーチの評価ね。で、いないので、ここ休んでもいいか。はじめの方だからね。ドリンク使いたくないんですよ。休んでいきます。はい、コフだな。お、青葉がいる。さあ、2回目。2回目チャレンジ。おー、来た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 。いいね、いいね、いいね。ナイスだな。ナイス。あー、これ、いきなり踏んじゃう？ダブルタック踏んどく？でも、フィジカルもいっときたいんだよな、青かな。まだダブルいっか。いや、でも、初めのうちのこの技術筋力は助かる。ちょっとオフェンス踏んどきます。青は2回踏めてるからね。で、厳しさが足りない。で、アフロきたの録画する。で、フィジカル踏まないといけないけども、まあ、とりあえずこれはコーチで、コーチいってきます。はい。で、フィジカルに青葉かコーチが来てくれると助かります。うん、これはディフェンスいっておきます。はい、3回目。おお、今回すごい来る。いや、裏で何回もやって全然来ねえなと思ったら、今回に固まってくれてますね。これはぜひとも形にしたいです。はい。で、フィジカルに青葉。青葉踏む？3回来てんだ。ちょっと先フィジカル踏もうか。フィジカル踏みます。はい。で、最終はスピードでコーチの変化。練習後イベント。OK! で、青葉3臨床稼げておきます。かなりセクイチ経験点稼げたんじゃないかな。1573、聖火第一高校ではございません。これはもう。はい、コーチの評価もね、意外と上がってる。0.9 まで上がっております。さあさあさあ、やっていきましょう。で、オフェンスはもう30上げます。オフェンス30、スタミナ20。で、経験点な、これな、きついんだよな、正直な。敏捷、でも、青葉さんのイベントが起こってくれれば150ぐらいは余裕でいっちゃうから、まあ一応150ぐらいにしとこうか。で、経験点的には1000点ぐらい。で、コーチ3回。で、練習が7回かな。はい。あ、でも、敏捷余裕だな、多分。
青、あ、でも、うん、200にしとこう。青葉のイベントが起こってくれればいける。うん、で、これはコーチ言っておきますね。はい、コーチ練習後イベント、 OK。 いよいよで、ちょっと来たの早いな、来たのちょっと早いな。オフェンスはとりあえず30上げます。30上げて、あとちょっとパワー上げたいんで、パワー D、D か、そうですね。はい、これでいきましょう。で、ここ踏んで桜庭の評価上げたいところですが、これはミネトのストイックトレーニングときます。桜庭の評価が上がってねえな、上がってねえな。はい、コーチ、コーチ、コーチ、はい、練習後イベント、 OK。 で、キリサメ、これはもうキラーパスでいきます。オフェンス上げれないんで、キラーパスで、で、 OK、 入った、ソウルフル入った。これで入るんだ。オッケーオッケー、ナイスナイス。で、これはちょっと休んでいきます。初めのうちなんで、まだドリンクは使いたく。うわっと、もったいない。で、スプリント中心。成功して。オーケー、成功した。で、これでも敏捷が余裕ですね。敏捷余裕だな。はい。で、もう一回休もうか。もう一回休んでいきます。はい。もったいないけど、休んでいきます。で、これ、青葉さん行きたい。青葉さん行きたい。はい、青葉。4回目 ?4 回目行きましょう。シュート力。ああ、外した。残念。そして、キラーパスですね。おっと、さっきから体力が削られていくね。で、ここは、ミネ君行っときます。で、やばいのは練習の回数がちょっとやばい。練習の回数がちょっとやばい。体力的に持つかなって感じですね。あと練習4回行かないといけない。で、コーチ1回だろ。あ、ダブルタック、ダブルタック。でもこれはコーチ行っておきます。このダブルタックしょぼいです。はい。OK。で、これがコーチで終わり。1回休めるな、これで。これで1回休める。あー、でもメンタル来てくれてる。じゃあこれコーチ踏みます。練習後イベント、 OK。 で、あずさで、メンタルは来てくれてない。これ1回休もうか。あと2回練習でいいもんね。あと2回練習でいいので1回休みます。そしてスタミナは上がるよね。上がるね。 OK。 で、まあこれでこうか。はい、では1回休みます。で、あと、コーチと、あずさ、青葉か。踏んでいきたい。あ、いない。これ、桜庭の評価上げておきます。桜庭が真面目にやばい。評価が上がってない。お、上がってくれる。どんどん上げよう。で、ここで、コーチ、青葉。これはメンタルで青葉いっとこう。青葉は4回目。来なかった。はい。で、これ、ミネ君、敏捷稼いでおきますね。もう、今、敏捷が800ぐらいあるのかな。うん、すごい稼げております。はい。こっからは、オフェンスタックの出番です。しっかりと、ここでね、コミット、稼いでいきたいので、筋力、技術、精神、こちらのね、コミットが来てくれると助かります。うん、それは来てほしい。かなり来てほしい。で、オフェンスが、20。ディフェンスゼロで、精神だけか。精神だけならね、350ってどこなんだろうな。技術筋力が来てほしかったな。総経験点じゃないんだよな。まあこれぐらいかな。うん、これぐらいは稼ごう。で、コーチ3回、休まないはちょっときついかな。休まない行くか。でもそれ行かないとだってしょぼいもんな、経験点な。これぐらい行きます。休まないでいきましょう。で、ドリンク使います、こっから。で、サッカーが上手くなりたい。はい。で、コーチ。はい、メンタルいってきます。練習後イベント。OK。で、展開力そろそろマックスなんで、気をつけていきましょう。左右で違う。で、ここでリード骨もらってきますね。うわー、失敗した。マジか。
おーっと、リード骨失敗されちゃいましたね。で、オフェンスちょっと上げときますね。オフェンスを A までしときます。で、ちょっとスピード溢れそうなんで、40で止めたいところだな。で、コーチだな、コーチで、展開力が今いくつ、展開力が今いくつ、4。じゃあ展開力いっちゃいます。ラスト展開力、さあ来い。あー、来ない、マジか。でこれは両利きはさすがに成功ですもんね。で、矢部坂くん来て体力回復、ナイスですと。で、青葉チャレンジいっておきます。4回目、来てくれない、来てくれない。まあでも黄色にはなったんでね、いいでしょう。で、あずさのこれはまあ成功してくれると信じてます。どうしよう、テクニックいこうかな。これオフェンスでね、桜庭の評価上げたいっちゃ上げたいんだよな。でもコーチまだやるからな。はい、コーチ連勝イベント、はい、展開力ラストで、でかいタッグは来てるけど、あー微妙だな。まあこれは踏んどくか。オフェンス踏まないといけないからね。ミネ君のストイックトレーニング行こうと思ったけど、これはオフェンスでいいです。で、これは敏捷だろうな、筋力敏捷で、桜庭がこれで評価上がってくれたね。 OK です。待てよ、敏捷溢れたじゃん、敏捷微妙に溢れたじゃん。ハチもったいなかったね。どうしよう、もったいないんだよな今、振りたくないんだよな敏捷な、敏捷振りたくねえんだよな。まあいいか、ファーストゴールとか取っとくか。はい、でこれはオフェンスは行きたくはないので、ミネ君、ミネ君行っておきましょう。ミネとストイックのトレーニングで、でかいオフェンスタックは見たいですね。でかいのが見たいな、でかいのね、ダブル。まあ精神は稼げるけどさ、精神は稼げるけど、行っとく、行っとこうか。はい、で、これは上だよね。はい、精神で、シングルはいかない、シングルはいかない。これミネ君いっときます。いや、3タックぐらい来てほしいな、パッと朝活。オッケー、これはハードワークでいいよ。タイエス、うん、かけなんで、ね、ハードワークでいいです。で、ダブルタック、ダブルタック踏んでおきますね。で、オフェンスは OK なんですけど、コーチがやっと1回なんだよな。コーチはと1回。うん、どっかで遊ぶか、踏んでいこう。で、これ、腹減ったで体力回復しよっか。上で精神もらってもよかったけどね。はい、これはコーチ踏んでおきましょう。で、これは遊びます、遊んでいきます。うん、精神足りませんが、これは遊んでいきます。体力的な問題でね、遊んだ方がいい。で、ダブルタック、これは踏みに行こうか。残り51だろ、51足らない。なので、ここで1回ドリンクで回復してて、体力をこまめに上げて、オフェンスいっておきます。はい、残り20ぐらい稼がない。あ、精神稼げた。OK。あ、3タック来ましたね。OK です。青葉さんの踏み具合はちょっと微妙ですが、まあこれでクリアですね。コミットクリア。オフェンスいきます。はーい、ナイスでーす。で、4737ということで、コミットの方も、もうコーチの評価はね、ピンクにはなってるんで、まあまあまあ、いいでしょう。もうここからはでかいタック狙うしかないからね。狙っていきまーす。で、ディフェンスは上げません。上げません。スピード30上げます。で、テクニックも30上げます。上げれるよね。まあ、でかいタック狙う。うわーっと、敏捷か。
印象か、これちょっといけないんだよな。経験点も正直微妙なんだよね。で、テクニックいかない、休まない、遊ぶ、ロングスロー、ロングスローでもコミ、まあいいか。経験点微妙だな、微妙っすね、これこれは本当に微妙だ。ちょっと下げないときついか。はい、これぐらいでいきたいと思います。休まないなんでドリンクは使っていきます。で、できれば青葉踏みたいんだよな。青葉踏む？青葉踏んじゃってもいいんだけどな。え、ちょっとスピード上げておきます。スピードテック上げておきます。はい、これでいいかな。で、オフェンス行くか青葉行くか、まあとりあえずダブルなんだよ。オフェンスかな。青葉あと2回行きたいんだよな。はい、青葉行きましょう。さあ来い。来ない。これは無視した。で、これはファンタジスタもらっていきますね。うん、これミネ君いきます。遊ばないは選択しなかったので、あ、ロングスロー取っておこう、忘れそうだ。ロングスロー取っておきますね、忘れそうなんでこれは取っておきます。で、ミネ君少しでも敏捷化させておきます。はい、桜葉ファンタジスター、これはさすがに成功です。 OK です。で、でかいタックが来てません、来てません。そして青葉さんも来てないか。じゃあミネ君いきますね。はい、 OK です。で、青葉さん、青葉さん、青葉さんが来てない、来てないか。そうなると、あ、敏捷が足りるか、足りるな。で、テク10上げたいな。スタミナも上げていかないといけない。パワーもかな。で、スピードは100にしよう。じゃあ今回ね、今回100にします。はい、まあこんなもん。でも経験点、双剣経験点がちょっと足らなさそうなんだよな。あー、これはメンタル行くべき、行くべき。体力的にメンタルだな。メンタル行ってきます。で、これは、これはやめておけ。で、でかいタック、でかいタック、お待ち、あー、青葉いきます。はい、年始後イベント来ない。青葉さん、青葉さん来い。青葉さんが来ないとちょっと厳しい。さあ来い、年始後イベント。おっと、マジで来ないな、青葉さん。ちょっときついぞ。総経験点足らねえんじゃねえか、これ。1300734、566、まあ、足りないことはないのか。で、敏捷、敏捷、これ試合がどうなるかだな。あー、どうしよう。これこっちの方が良さそうだ。はい、監督いきます。あ、来なかった。監督の練習後イベント来てほしかったな。はい、サクッとピンチャーいきます。これ賭けなんですよね、賭けです。本当にファンタジスタ司令塔ハードワーク取るだけ取っておきます。で、できればね、テクニック100行きたかったけど無理だな。はい、これでいきたいと思います。行きましょう。はい、終わりました。まあ、一応、ワンアシストっていう感じでしたね。いや、満点取れんのかな？いや、ワンアシストで厳しいよね。あー、134点。敏捷1に足らないかもしんない。うわー、ミスったか、俺これ。敏捷微妙に足らないかもしんない。経験点も微妙に足らないかもしんない。うわー、足らなかった！すいません。いやー、カクカクすぎてシュートミスったんですよね。
やってしまったな。これはやってしまった。申し訳ない。やってしまった。最後の最後でミスってしまいましたね。ちょっとまだかくついてるし、ちょっとどうにかしてほしいな。どうにかしてほしいね。ちょっと能力振れる分は振っていきたい。パワー上げちゃうか。うん、ここ踏めるね、踏めるね。パワーも上げちゃいます。いや、100にしましょう。はい、オフェンスいきます。青葉さん、練習後イベント来てください。さあ来い。フェアプレー、青葉 OK。 やめておく。よかった。青葉あと1回ですね。あと1回ラストターンに来てほしいところですが、どうですかね。で、オフェンス20、パワー20、スピード20、テクニック、スタミナ20。で、金徳取って、ビハインド、ダッシュ。まあ、この辺もね、全部取れるとは思うんですけども、どうだろう。取れるかな。あ、取れそうですね。ムード、意外性。で、2列目からの飛び出し。まあ、こんな感じでいいかな。一応全部当たりましたね。うん。よかった。失敗してもよかったのか。よかったですね。はい、これでいきたいと思います。まあ、成功してればディフェンス20上げれたかなってぐらいなんですけども、査定1ぐらいしか変わらないんで大丈夫です。で、このまま特訓を行う。はい、いきましょう。ボーナストレーニング。はい。で、ダブルタック。青葉はいない。じゃあもうこのダブルタック踏んで終わりましょう。で、コーチは正直いらない。コーチは正直何も全部、いらない。ちょっと画面がかくついてますね。すいません。なぜかかくついてます。試合の後がかくついてます。で、ここは踏みたくないのでメンタルできます。ついてるな、重いな。もうすごい角ついてる。あー、これ青葉来ないからな。39 50 70 70か。でこっちが合計59。じゃあオフェンスいっときます。はいはい。ではし、これはサクッとピンチャーか。あぶねあぶね。しっかり前半後半行こうとしてた。で、これな、絶対成功させたいんだよな。ちょっとソウルフルとか取っとくか。はい、これでいきたいと思います。いきましょう。はい、終わりました。ワンアシストできたのかな。あれちょっと重すぎるな。これは重すぎて。ワンアシストはできたけど、これ満点じゃないんだろうな。厳しいな、このゲームスタイル。ちょっと厳しい。はい、オフェンスいきます。うん。で、しっかり前、あ、ダメ、サクッとピンチャーね。いやー、しっかり前半後半がいいな。で、ぶっちぎりだとやばいな。筋力取れないな。筋力やばいな。筋力は非常にやばい。で、この辺取れるものを持っておきます。あ、そうか、青葉でまだ筋力もらえるのか。まだいいか。じゃあ、はい、これでいきましょう。いきますね。はい、終わりました。残念ながら負けてしまいました。いやー、ラグはきつすぎる。ちょっとラグがきつすぎるな。普通にシュート打たれて負けちゃいました。すいません。これちょっと早めに直してほしいな。うん、シュートが止めれない。うん、ちょっと厳しい。っていうことはこれぶっちぎりが取れないかもしんないな。取りたいな、ぶっちぎりはな。うん、はい、8039と。経験点はちょっと最後のやつでね。お、取れたか。取れたけどダメだ。取らない。取れないや。ダメダメ。ダメだ。そう。やっちまったな。やっ
しまいましたね。シュートは取っとく。でワンタッチはちょっと微妙だな。パスカンバックスピン、スプリントでマーク外し、あーまあこんなもんなのかな。ワンタッチにしとくか。あ、そうか、敏捷ないのか。敏捷ないからダメだ。敏捷ねえわ。じゃあもうこのまま行くしかないね。微妙だね。はい、これで終わりたいと思います。いやー、ちょっと最後しくりましたね。まさかまさかあんなところで罠が待ってると思わなかった。で、待てよ。もう取れないか。はい、これで終わりたいと思います。残念ながらね、最後試合負けてしまい、伸びませんでしたが、あれに勝ててれば多分 US は行ってたのかな、微妙ってとこですね。はい。はい、ご視聴ありがとうございました。本日は以上とさせていただきます。こちらの動画が良かったなと思う方は、グッドボタン、そしてチャンネル登録、よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。ベタでした。さよならー。